みんな、まあ、昨日顔合わせしたんですけど、非常にみんないい顔して集まって、まあ、雰囲気もいいですし、また新しい監督のもと、新しいサッカーということで、非常に、はい、楽しみです。どうですか、ポポさんの印象というのは。そうですね、まあ、最初怖いイメージだったんですけど、回ってみて、非常に柔らかい感じで、まあ、メリハリがあって、はい、そうですね、いいなと思いました。本当に頭を使うサッカーだと思ってるんで、まあ、一人一人が自信持ってよく考えてプレーするということが大事だなと思います。どうですか、新加入かなり多くの選手入ってきましたけど、はい、何か接点がある選手とか気になる選手。そうですね、僕が前所属したチームの選手だったりっていうのは、まあ、あって、まあ、そういった話だったりしたり、はい、非常にいいコミュニケーション取れてるなっていうふうには感じてます。本当に昨シーズン自分たち思った結果が出なくて非常に悔しい思いしたんで、まあ、ポポさんのもとこの悔しさっていうのをしっかりぶつけて、まあ、今年は全員で本当に J1 目指して本気で目の色変えてやっていかなきゃいけないなと思ってます。先ほど平尾選手はギラギラした初日だったという表現をしてましたけども、はい、どんな初日でしたでしょうか。まあそうですね、柔らかい感じじゃなくて本当に張り詰めた感じがしたし、もう本当に今年やってやらなきゃなってやらなきゃなっていうような雰囲気で練習ができたっていうのはあります、ね。まあ、今シーズン、まあ、個人の目標でもいいですチームの目標でもいいですけど、まあ、意気込みに最後に聞かせていただけます。本当に J1 昇格という目標に向かって全員でやっていくっていうのは当たり前だし、まあ、その中で自分が、まあ、点取ってチーム勝利に貢献できればいいなと思います。一つ、サポーターがかなり今日期待感の、そうですね、あれどうですか。いや僕まあ、5年目になりますけど本当に初めてこんなたくさんのお客さんに練習に来ていただいたっていうのは本当に期待の表れだと思うし、まあ、そうやって期待されてるなっていうのを実感したんで、まあ、その期待に応えれるようにちゃんと喜び分かち合えるようにここからやっていきたいなと思います。